えー、マッチョは嘘をつかない、ゆえに思ってることを言ってしまいやすいと。嘘はつかないが自分の気のうちにも嘘をつけないので、マッチョの浮気率が高いってなりますよね。<laughs> まあ、そうだ、マッチョの浮気率高いって、その筋トレをしてるいる大悟さんが書くと、あの、俺浮気するぞっていう犯行予告だと思うんですけど、大丈夫ですか <laughs> あの、僕、その、マッチョではないので、あの、全然浮気はしないんですけど、マッチョの人が、マッチョは浮気率高いって明らかにおかしいと思うんですよね。だから、なんかほら、俺浮気するって言ったんだから浮気してももう俺悪くないよね、みたいな。<laughs> 気をつけてください。だから、あの、テストステランさんとか浮気しまくりなんじゃないですかね。はい。えーと、メタリスト大悟さん、僕は一夫多妻制ですから大丈夫です。宗教的に OK と。はい。<laughs> まあ、日本で結婚しちゃうと訴えられると結構でかいですからね。まあ、あの、 ずっとその離婚した後もなんか養育費とか払い続けると結構長くなっちゃうんじゃないですかね。あ、そうだってダルビッシュ優さんとか年間5億とか確か養育費払ってんじゃなかったっけそれかなんか年間1億とかだっけだから結構お金持ちな人ってあの離婚して養育費払うことになるとそれなりの額なので大変なんじゃないかなと思いますけどもはい。